国会は午後から補正予算案の審議がスタートしますこれに先立って民主党の岡田幹事長が野党側に小沢元代表の国会招致に努力すると約束しましたがその見通しは全く立っていません中継ですはい菅政権が最も重視する補正予算案の審議は出だしから遅れることになりました小沢氏の問題を先送りし続けてきたツケが回ってきた形です政治不信を招かねないので いつまでも時間をかけていい問題であるとは考えていないとで、そういった観点で官長として現在努力しているところである今朝の与野党幹事長会談で岡田氏は小沢氏は国会で何らかの説明を行う必要があるこれは党の方針だと受け止めてもらって結構だと説明しました一方野党側が小沢氏の招致に確約が得られないまま審議に応じるのは これまで審議拒否が世論の支持を得られてこなかった不安があるからです。またこのまま小沢氏が国会で一切説明しないままの方が、政権を攻撃しやすいとの思惑も透けて見えます。岡田氏が国会招致について責任を持つと明言したことで、民主党はいよいよ小沢氏の処遇問題から逃げられなくなりました。